日本ハム、大谷翔平以来、伊藤大海、開幕投手の開幕4連勝以上を狙う。日本ハムの今季開幕投手を務めた伊藤大海。ここまで5試合で、3勝負けなしの好スタート。日本ハムで開幕4連勝すれば、19年有原以来だが、開幕投手の開幕4連勝以上は、15年に7連勝した大谷以来になる。今日の相手オリックスには、昨季は5試合で0勝4敗。防御率 4.66 と苦戦したが、今季はすでに2戦2勝。12イニングを投げて、未だ失点0で、40打数4安打の被打率1割に抑えている。今日もオリックスに勝って、大谷以来9年ぶりの記録を狙う。これにネット上では、やはり負けないのがエースだと思います。投球を見ていても、今シーズンはとにかく勝利への執念を感じます。これまでの登板では調子が悪くても、ゲームメイクはしており、好調のチームを牽引する原動力となっていることは間違いないでしょう。オリックスへの苦手を克服したことで、今シーズンはタイトル争いにも期待がかかりますね。今日の試合でも好投して、カード勝ち越しを決めてほしいですね。